マリアがエターナ・アニエージは、イタリアの女性の数学者、哲学者。微分、積分の教科書を初めて表し、ボローニャ大学教授となったことで知られ、ラウラ・バッシに次いで大学教授となった、史上二人目の女性である。ミラノ生まれ。妹には、音楽家として有名になったマリア・テレーザ・アニエージがいる。父ピエトロは不合であったが、自らは、 低い羊のため一族を名門とすべく子供たちに英才教育を施した。彼女は幼少時から語学の天才として知られた。彼女が15歳になると父は知識人たちを呼んでサロンとし、彼女は彼らと議論を交わした。しかし20歳になるとこのような生活を嫌い、数学の研究に没頭し、この間に微積分の研究を行った。 また父には21人の子がいたので、彼女はテーマイたちの教育係ともなった。彼女の業績で一番有名なのは、数学の概説書、インスティトゥーツヨニアナリーティッシュアドウソデラジョベントゥー、イタリアーナで、1748年ミラノで、出版された。第1巻は有限数を、第2巻は無限計算を扱っている。当時は最も優れた。 教科書として18世紀中にフランス語訳と英語訳が出ている。また彼女は1748年、アニエージの曲線と呼ばれる曲線を論じている。これは英語圏ではアニエージの魔女とも呼ばれる。その由来はやや複雑な事情によるもので、ある種の語訳とも言える。具体的な経緯は以下のようなものである。 この曲線が最初に扱われたのは1630年、ピエールド・フェルマによってであるが、当時は特別な名前は与えられていなかった。あとの1713年、修道像にして、数学者であるグイード・グランディによりこの曲線は、バーソリアと名付けられ、さらにこの曲線は、バーシエラとも記述された。インスティトゥツヨニー・アナリティッシュ・アド・ウソ・デ・ラ・ジョベントゥー。 イタリアーナにおいてアニエジは、グイード・グランディの記述に従い、この曲線をバーシエラとして紹介したが、イタリア語においてバーシエラは、悪魔、魔女の意味を持つ単語でもあった。このため、後にこの文献をイタリア語から英語に翻訳した、ジョン・コールソン教授はこれを魔女と訳したのである。もっとも、この曲線を名付けた、グイード・グランディもまた、イタリア人であり、 この意味の重複には明らかに気づいていたものと思われる。彼が自身でバーソリアの名を与えておきながら、あえて、バーシエラとも記述したのは、二つの語の類似性を見出した彼の遊び心によるものだとも言われる。さらに厄介なことに、インスティトゥーツヨニアナリーティッシュアドウソ、デラジョベントゥイタリアーナ原文での記述は、ラバーシエラすなわち女性系であった。これは、 アニエイジ自身がバーシエラをイタリア語と捉えていたのか、それとも当時すでにイタリアの数学界において、この意味の重複をユーモアとして受け取る風潮ができていたのか、そのどちらであったのかは定かでない。いずれにせよ、以上のような複数の偶然と、アニエイジ自身の才女としてのイメージが重なり、このアニエイジの魔女というわけは、以後広く親しまれるものとなった。1750年彼女は、 教皇ベネディクトゥス14世からボローニャ大学の数学及び自然哲学の教授に任命された。1752年の父の死後は進学を研究し、また事前のために身を捧げ、修道所として生涯を終えた。ありがとうございます。